緑の未来はかつて存在した日本の政治団体。英語名を直訳すると緑の党日本であり、日本語名と英語名が異なるため公式サイトでは両方を併記している。グローバルグリーンズ加盟。緑の未来は世界の緑の党に共通する緑の政治、非暴力、持続可能性、多様性などを掲げ、これらに共感する全国の市民や無所属。 市民派の地方議員、ローカルパーティーなどを結集し、日本の地域政治及び国政において、緑の政治を実現することを目指している。NGO、NPO、市民団体、市民運動の出身者が、比較的多く、それらとの連携を重視している。全国各地への展開は、緑、新潟など、緑の政治理念を共有する、地域独自の政治団体、 ローカルパーティーとの連携、前進の一つである虹と緑の地域ブロックの再組織化、独自の地域支部の設立など、地域の事情と自主性を重んじて進められている。旧新党先駆けを母体として、国会議員を有志環境政党を標榜した緑の会議の後ろ身として、国政を施行した緑のテーブルと、エコロジーや多様性を重視する。 地方議員のネットワークであったニジと緑が統合して発足した。前身の一つである緑のテーブルは2007年の参議院議員選挙に候補者擁立の準備を進めていたが、その中で当時運営委員であった川田隆平が立候補の意思と当選後に緑の政治勢力結集の中核になることを表明した。これを受け緑のテーブルは選挙後の幅広い政治勢力の 結集、連携も視野に入れ、川田を東京都選挙区から無所属共同候補として擁立することとなった。この選挙では、緑のテーブルが実質的に選挙体制の中核を担い、虹と緑は川田を支持した。その結果、川田は当選し、緑のテーブルと虹と緑は川田と連携しながら、本格的な緑の政治勢力の結集と、 新政治団体発足に向けて共同で準備を進めていたが、2008年5月に川田は緑の政治運動からの離脱を表明した。この表明を受け、緑のテーブルと虹と緑は川田抜きによる両団体の統合の性格の強い新政治団体の結成準備を進め、2008年11月22日に両団体の解散総会が神戸市で開催され、 引き続き行われた新政治団体の発足集会で団体名を緑の未来と決定し、両団体の活動は緑の未来へと引き継がれることとなった。2011年11月1日現在、地方議員が64名いることを明らかにした。2012年2月11日の総会で、7月に緑の党を立ち上げ、国政へ進出する方針を明らかにした。 2012年3月1日、緑の党結成準備委員会が発足。2012年6月、福井県大井原子力発電所再稼働決定後に行われる、鹿児島県知事選挙では、向原義隆を、山口県知事選挙では、飯田哲也をそれぞれ支持する方針を明らかにしている。2012年7月28日、東京の YMCA アジア青少年センターで、 緑の党の設立総会が開かれた。緑の党結成総会終了後、緑の未来は解散総会を開催し、解散した。は、サポーター会員。ありがとうございます。